これに乗りたくて来たんですよ。よかったです。31日まで線路が説明をお願いします。はい、こんにちは、正臣です。前回に引き続き佐渡旅行の模様をお送りいたします。前回の動画を見てない方はまず前回の動画を見てください。実質本日1日しかないため、レンタカーを借り早足で観光スポットを巡ります。まずは外せないタライ船に来ました。アワビを引き起こすような、はい、道具をつけて、でその横から自分でガラス箱を覗きながら、はい、その長い竹の竿、すげえな、こういう街並みがねずっと続いてるんですよね。なるほどね。佐渡一宮渡す神社に来ました。はい、それではお参りをしてきます。いいですね。さあお参りをしてみましょう。あー、空気が気持ちいい。木漏れ日がすごいな。さあ行ってみましょうか。ここはここで、さすが一宮って感じだな。横から見るとね、拝殿の後ろにこんな斜めになって上がってるお宮がありますね。奥宮、佐渡一宮もこれで制覇です。こりゃすげえな、本当に。なんでこんな建物になってしまったのか、コロッセオみたいだね、ここは。ラピュタだよ、ラピュタ。こんな建物があるんですね。民宿滝本、今回泊まりになる宿です。はい、このように海のそばに立っています。いやー、民宿の人にね教えてもらったところがめちゃくちゃいいところでした。この岩場がね、なんとも、岩場が何とも言えない雰囲気を醸し出しております。はい、ただいまですね、まだ6時前なんですが、めちゃくちゃ暗くなりました。で、先ほど、金山のところに来たんですが、金山がライトアップされてこのような状態になっております。いいですね、ザ・民宿って感じがする、いいんじゃないでしょうか。快適快適、こんだけ広ければ。まだね6時前なんですけど、
もう外は真っ暗です。一応真っ暗、地元のスーパーに行ってきたんですよ。佐渡牛乳のコーヒー牛乳版買ってきました。あとお茶、まあ鶏皮つまみで、こちら、佐渡のお酒、こちら合計951円でした。後で楽しんで飲んでみようと思います。美味しそう。何でしょう、朝一から船に乗って一日、レンタカーを借りて回ったわけですが、はい、あの一日では回りきれませんでした。何しろね、東京23区の 1.4 倍あるわけですから、ピンポイントでこことこことここっていう形で回ったのですが、とても時間が足りない状態で常に運転をしているという形になってしまいました。宿の方はですね、 GoTo トラベルで、行きがジェット船でしょ、帰りは普通をわざと選んだんですけども、カーフェリーに乗ったことがなかったので、わざと帰りは普通のカーフェリーを選びました。時間にするとだいたい行きで、ジェット船だと1時間ちょい、1時間5分から1時間10分くらい、帰りの普通は2時間半ぐらいかかる形になります。まあ、ゆっくり明日は帰りたいと思います。で、プラス宿の方なんですけれども、まあ一人にしては一人で泊まるにしては十分な広さでございました。料理も大変美味しくいただけました。 GoTo トラベルで船行き帰りと宿で1万1000円という形になっております。とても満足な佐渡旅行だったと思います。明日は、新潟に戻りまして、新潟港から自分の車に乗り換えて宮彦様に行きたいと思います。まあその間に紅葉を見られたらいいなと思ってるんですが、いかんせんフェリーの時間が長いためにね、時間が取れるかどうかがまあ問題なのですが、海鮮の雨横と言われているテーラー止まりに行ってみようかなとは思っております。あとレンタカーも GoTo の対象なんですよ。これも覚えておいてください。ですので、わざわざ車を持ち込まなくてもカーフェリーにしないで、今回はレンタカーを借りました。朝9時のフェリーなので7時に起きてご飯食べて出発したいと思います。はい、晴れてくれそうであります。よいしょ。外はねこんな感じになってまして、今時刻は6時半。おはようございます。佐渡島、乗りかな、なんか色ついてる。
佐渡の奉行所だって。ああ、まだやってないんですね、さすがに朝早くて。すごい、これだ。あの金山掘ってて山が割れたっていうのがこれですね。本当にパックリ割れてますね。いつかきっとまた巡る